メヒシバは、イネカメヒシバ属の植物である。身近にごく普通に見られるイネカの植物である。細い茎で地表を這い、立ち上がった家系の先に、数本の細い方を放射状に伸ばす。勢力の強い雑草としても知られる。さほど大きくない一年草で、根元の茎は地表を這い、立ち上がった茎の先に細い方を数本、放射状に広げる。名前の由来は、メスヒシバで、 その形がややおひしわに似ているが、ずっと優しげであることからのなと思われる。名刺は、あるいは名字はと表記されることもある。茎は細く、基部は分子しながら、地表を這い、節々から根を下ろす。葉は、細い長大円形、長さは8から20センチメートル、薄くて柔らかく、艶がない。家系は立ち上がり、高さは30から70センチメートルになる。 家系の先端に数本の穂が伸びる。当初は束になって出るが、次第に放射状に広がる。穂は8本ぐらいまで出る。家系先端からまとまって出るが、少しずれて2段、あるいは3段に分かれる場合もある。穂の軸は、上面が扁平な、浅い三角になっており、下の2面にぼが密着するようについている。ぼは、先の尖った非新型で、長さは、約3ミリメートル。 緑色をしている。コボは果実が熟すと規部で折れて脱落する。日本全土に生育し、日当たりの良い道端屋には畑などにごく普通にある。全世界の熱帯から温帯にかけて分布する。分布が広いだけに変異も多く、分類については若干の異説がある。メヒチバのコボは軸の仮面に2列に同じものが並んでいるように見えるが、実際にはこれを指で分けてみると、 殻の先についているものと、そうでないものがあるのがわかる。コボそのものは同じ形である。コボは非新型で、やや扁平になっている。臨変は、この葉のような、平らなものが積み重ねられているような配置で、このようなものを副配に扁平という。一番軸側の臨変は一回りが小さく、他の A はほぼ同じ形、外側の A は丈夫で、はっきりした脈がある。 一番外側にあたる、第 1A は、第 4A の基部にあるが、小さく退化しているので、それとわからないくらいである。コボには二つの花が含まれ、軸側の花だけが種子をつける。本種は二十歳で普通に見られるものだが、それだけでなく繁茂して作物に影響を与える程度も、大きく、強雑草、あるいは、境外草といった評価をされている。メヒシバは、 雑草としての様々な特性を備え、例えば種子発芽の不精一性を持つ。つまり、同期に生産された種子が一斉に発芽しないことで、これは発芽した苗をまとめて駆除することを難しくしており、言い換えると一度駆除されても残りの種子が時期を変えて、発芽することで生き延びることができる。また成長が、特に夏季にはとても早く、例えば岡本の比較では発芽当初は、 おかぼの方が植物大量が大きいのに、はしご50日で逆転した。これは栽培植物より種子が一般に小さい雑草が成長速度の速さで栽培植物に負けない生育を行えるという点で雑草として大切な性質である。草丈に関しては種子おかぼが高かったが、これは本種が匍匐型の植物であることにもよる。しかし、 本種の場合、密生すると茎をより高く伸ばす形に変化するのも観察されている。小型の稲花植物で数本の穂が家系先端から放射状に出るものは、この属のもの以外にもいくつかある。いかに代表的なものを挙げる。同族の種でよく見かけられるのは、本土では米ひしばと秋めひしばである。西アフリカでは、ホニオと呼ばれる種が、 食用穀物として栽培されている。九州南部から琉球列島では、この他にヘンリーメヒシバ d、ヘンリー・メヒシバ・ d ヘンリー・イレンドルも普通である。火水が一つの束になって、成熟後も開かないのが特徴である。いずれもしつこい雑草として、畑では厄介者である。ヨーロッパでは、金自種の d サングウィナリーズ・スコップが、食用とされている。ありがとうございます。